中日交流戦 DH 解禁で飛躍が期待される3人の選手とは。交流戦前最後のカード、苦手横浜3連戦を見事勝ち越した立浪ドラゴンズ。5月30日からの交流戦から DH が解禁となることで、2軍でも結果を残している3人の選手に期待がかかります。その3人について見ていきましょう。1人目は鵜飼選手です。2軍では打率3割5分0厘、本塁打5本、OPS0.982 と圧倒的な成績を残し1軍に昇格してきました。ただ昇格当初は結果が出ず、狙い球でもないような球を初球から強引に振りに行くような姿が見受けられました。しかしここ2試合は代打での出場ながら、共に1打席のチャンスでヒットを打ちアピールに成功しています。外の変化球をしっかり見逃し、甘く来た球をしっかりと打ち返せている印象です。まだ長打は出ていませんが、今の打撃内容を続ければいずれは長打も出てきそうで、交流戦スタメンの最有力候補になってくるのではないでしょうか。2人目はブライト選手です。鵜飼選手同様、2軍では打率3割4分1厘、本塁打4本、OPS0.975 と圧巻の数字を残しており、再度1軍に昇格してきました。しかし1軍昇格後はまだヒット1本と打撃に苦しんでおり、本来の打撃を見せることができていない印象です。先日の横浜戦でも2ボール1ストライクから見逃せばボールというインハイの直球を空振りするなど、1軍ならではの緊張感や力みを感じます。しかし走力や守備力は今回の候補の中でナンバーワンであるため、スタメン起用のチャンスもあると思われます。チームや自身が不審なシーズン序盤でも、ベンチで一人大きな声でチームを鼓舞していたイメージがとても強く、ぜひチャンスをつかみ取ってほしい選手の一人です。3人目はアキーノ選手です。期待の大砲として開幕当初から1軍で起用され続けてきましたが、結果を残すことができず2軍降格。降格当初は2軍でもなかなかヒットを打つことができませんでしたが、最近の試合はヒットが続いており、あと一歩でホームランという打球やマルチ安打を放つなど調子が上向いている印象です。打撃フォームもオープン戦の時のような左足を大きく外に開くフォームに戻したようで、これが復調の原因かもしれません。またメジャーやマイナー時代の傾向から5月以降に調子を上げてくるのではないかとも言われており、今後の2軍成績次第では交流戦でのスタメン起用が見られるかもしれません。以上3名を交流戦での飛躍期待選手として紹介しましたが、皆さんはどのように考えますか？ぜひコメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからも中日ドラゴンズに関する情報や考察の動画を上げていく予定です。少しでもいいと思ったら、ぜひいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。またご意見等、お気軽にコメント欄に書き込んでください。ご視聴ありがとうございました。